えー、皆さんこんこにちはそれでは次にカリキュラム04何をリサーチすればいいかということを進めていきたいと思います、えー、実際にリサーチに進む前にですね、えー、前回のクライアントからのヒアリング事項で、えー、確認した事柄を振り返っておきたいと思います、えー、それで必要なデザインブーツとしてですねまあブランドネームだとか、えー、シンボルロゴタイプタイプフェイスカラーパレット そして、えー、こちらがアイテム群になるんですけれども、まあ、こういったものが、えー、クライアントさんから必要だということを受けしたんですが、ここで一旦リサーチについて、えー、コンシーラーやファンデーション、シャドウアイシャドウといったプロダクトデザインの側面からリサーチを進めていきたいと思います。例えばこのリサーチの進め方ですとか、どういった順序でリサーチを進めていくかについて、えー、例えばシンボルだとかロゴタイプ、 えー、ブランドネームのあたりからリサーチを進めていくというさまざまな手法があると思うんですけれども実際にこのブランドが出来上がって、えー、アイテムというものを販売する時にですねユーザーの方は何を価値として手に取るのかということを考えた時にこのブランドのシンボルがいいから、えー、この商品を買いますだとかこのブランドのタイプフェイスがいいから、えー、この商品を買いますということにならないと思うんですね。 で実際にこのブランドにおいて何を販売するのかというと、まあ、いわゆるメンズコスメのアイテムを販売するわけですから、最終的にユーザーの方が価値として手に取るものからリサーチを進めていきたいと思いますえ。もちろん、あの、クライアントさんによっては、まずシンボルをデザインしてくださいだとか、決まったロゴタイプを見てみたいだとか、そういったご要望もあるにはあるんですけれども、 実際に最終的にユーザーの方が手に取るものからデザインを進めていくことによって今回は、えー、リサーチなんですけれどもリサーチなりデザインを進めていくことによって、えー、最終的にシンボルだとかロゴタイプにデザインを移行させていく上でも非常にスムーズに次のデザインに移行できる場合があると思いますので、えー、今回は普段から行っているリサーチの順序であるユーザーが最終的に手に取るものから、えー、始めてみたいと思います。 えそれで何をリサーチすればいいかということでまず一番最初にご紹介したいことなんですけれどもこのイライラを収集するということですね。それで前回の講座で驚きから始めるということを重要視していますということをお話しさせていただいたんですけれどもそれと全く同じようにこのイライラを収集するということも非常に重要な事項としてえ私は捉えています。このイライイイララララを収集すするというイライラなんですが このイライララということを簡単にご説明させていただきますと、えー、そもそもデザインというものは、えー、課題の解決だということをお話しさせていただいたんですがそれと全く同じようにこのイライラというのは、えー、潜在的な課題であったり私たちが実際に使用する商品だとか、えー、ブランドの見せ方に対して感じている違和感そういったものを収集することによって、えー、潜在的な課題や違和感を解消する。 ないしは今後ブランドアイデンティティを固めていく上で、そういった事柄を解決するブランド像というものを作りやすくなるかと思います。で、リサーチ段階でイライラを収集するんですけれども、この段階に関しても3つのフェーズで、えー、分けて考えています、えー。まず一番最初に観察。まあ、この観察に関しては、えー、観察ないしは体験と言い換えてもいいかと思うんですが、えー、観察ないしは体験という行為を通して、 えー、イライラもしくは違和感というものを収集しますそしてこの観察内視は体験から、えー、イライラ違和感を収集してその収集したイライラに基づいてなぜ自分たちがそういった事柄に違和感を覚えたり、えー、イライラを持ったりするのかということを理解するフェーズになりますでこの観察、えー、違和感、理解というフェーズなんですけれどもこのフェーズをさらに二、えー、つの項目に分けまして えー、心理的な側面から先ほどの3つの項目を理解していくそして物理的な側面から、えー、3つの項目を理解していくというフェーズに分けて普段から考えています。でこの心理的側面と物理的側面はですね表裏一体のような関係として捉えておりましてまあコインの裏表みたいな関係として考えていただくと分かりやすいと思うんですが、えー、実際リサーチ段階で情報を収集するときに。 ま、物理的な側面の、えー、違和感があった場合にそれは心理的な、えー、事項の中でも反映されておりまして心理的な側面の違和感を感じた場合にそれは物理的な、えー、ものとしても表現されているということになるかと思います一旦、えー、物理的側面の側からイライラを収集した過去の事例について少しお話しさせていただきたいと思いますでこちらはですね TOO というスキンケアブランドの えー、ブランディングデザインをさせていただいた時の事例なんですが、えー、こちらの写真に写っているのは化粧水だとか洗顔料のボトルのキャップなんですけれども一番最初にですね、えー、メーカーカ様かららいいいいただいたただそそののとあるそちらのキャップをままずお見せしたいと思います多分皆さんも、えー、よく見られるような形状のキャップではないかと思うんですがこちらのキャップをメーカーさんからいただきまして。 でこの2の、えー、ブランディングないしはプロダクトデザインに関してはキャップも新しく、えー、デザインしたいということだったのでまずこのキャップを手に取ってどんな質感だったりとかどういった印象がするキャップであるとかということを考えていくんですけれども、えー、まず一つ感じたことはですねこのキャップを手に取ってみて毎日サンプルの洗顔料だとか、えー、化粧水というものを使用しているんですけれどもこのキャップの素材が非常に柔らかくてですね 次の写真にに、えー、あるように、えー、少し指で押すすと非常にたわむんですねで。このたわみというものがなぜ発生するかというと、えー、真ん中のこちらの部分ですね。こちらの部分で、えー、実際のボトルに緩合させる必要性があるのでこのパーツ自体がまずたわまないといけないということですねで外側のこの側面の素材と内側の素材というものが えー、キャップのこの底面でつながっていましてワンパーツで作られているので内側のこのパーツがたわむ必要性があることによって、えー、ワンパーツであるから外側にも柔らかい素材が使われていて手で持った時に手で少し押した時にたわみが発生するという。でなぜこの、えー、たわみが発生することに違和感とかイライラを覚えるのかということなんですが、えー、この物理的な現象に対して心理的な側面で考えてみますと。 このたわみが発生することによって、えー、キャップ自体に非常にチープな印象を得るもしくは安っぽい印象を得るだとかそういう印象がするんですねこのキャップを手に持った時に、えー、しっかりした持ち心地でないことによって非常にその、えー、商品が安っぽく感じてしまうということがありましたですからキャップのデザインをする時にこういった非常に安っぽくチープに見えるということをまず、えー、イライラを収集して 改善したたいなと思ったんですけれどもそれで具体的にできたキャップのデザインをお見せしますとまあこちらがキャップの外側になるんですけれども内側に関しての写真がですねえこちらになりますまあ先ほどえご覧いただいた一番最初のキャップと全く印象が違うかと思うんですがえ先ほどのキャップはワンパーツ構造だったのがこちらのキャップに関しては2パーツの構造になっています。 えー、先ほど手で持った時にこちらの外側の素材を持つと思うんですが非常にたわんで、えー、安っぽくチープな印象をするというお話だったんですが、えー、新しくデザインしたキャップでは、えー、外側にですね ABS の樹脂を使用しまして非常に硬いプラスチックの素材である ABS なんですけれども、えー、そちらの素材を使用することでまずキャップを手に持った時に非常にしっかりとした持ち心地のキャップというものを作りました。 でこの内側のパーツに関してなんですが内側のパーツに関しては、えー、この3つの部分でこちらですね、えー、ボトルと換合しないといけないのでこの部分がたわむようにこのパーツに関しては PP 系の、えー、柔らかいプラスチックの素材を使用してデザインを行っておりますそれで例えば百貨店などに、えー、置かれている他のブランドに関しても この2パーツ構造のキャップというものはあるんですが皆さんも百貨店などに出向かれた時にこのキャップの内部をちょっと観察してほしいんですけれどもこういった局面であるとかこの看合部に対して、えー、ここに切り込みが入っているんですけれどもこの切り込み部のデザインの処理だとか、えー、本当に細かくお話ししますとですねこの看合部のパーツがあるんですがこの看合部のパーツもこの部分に厚みが持たしてあって こちらの部分にに行くくここととよって厚みが少し薄くなると言いますか、ちらで見るともう少し分かりやすいかもしれないんですが普通だとこの看合部にデザイン的な処理を施すということをえ考えることはなかなかないんですけれどもこの肉厚部に関してもえ中央の方が盛り上がっていて側面に行くに対して薄く細くなっているというえデザイン的な処理を施すことによってこのブランドやプロダクトを体験された方が 非常に心理的なな満足感をを得るることができるようなデザインを施しています。それで後で、えー、シンボルのデザインの際にももう少しこの TOO のブランドに対してご紹介できるかと思うんですがこの TOO というブランドは、えー、スキンケアブランドなんですがインスピレーションのもと宇宙だとか、えー、太陽だとか月だとか、まあ、私たちがそういった大自然に抱かれて、えー、生きているということを実感できるようなブランドの世界観にしたいということでしたので。 こういった切り込み部分も、えー、三日月だとかそういったものを意識しながらデザインを進めてみました、えー、そしたそてこちらの事例に関しては先ほどお話ししたようにキャップを手に持った時に物理的な現象として非常にキャップが柔らかくてふにゃふにゃすることによってチープに安っぽく感じるという体験がまずありましてでその体験という、えー、イライラないしは違和感を収集して まあ、なぜ安っぽく見えるのかというとまさにしっかりしたキャップの持ち心地でないだとかプニプニしてしまうということが安くチープに感じる理由だと考えたんですけれどもそういった物理的な側面を課題として捉えて解決することによって心理的な満足感を得ることができるここでも、えー、表裏一体の関係にあると思うんですがそういったことを考えてデザインしたキャップになります。